マリー・ホン・ザクセン・バイ・マル・アイゼナハは、ドイツのザクセン・バイ・マル・アイゼナハ大公家の大公女で、ロイス・ケストリッツ公子、ハイン・リヒ・七世の妻。全名は、マリー・アンナ・アレクサンドリーネ・ゾフィー・アウグステ・ヘレーネ。ザクセン・バイ・マル・アイゼナハ大公カール・アレクサンダーと、その妻で、オランダ王・ウィレム・二世の娘であるソフィーの間の第二、死、長女として生まれた。家族からは、ツッタの愛称で呼ばれた。 1876年2月6日に、バイマルにおいて、ロイスケストリッツケの講師で、プロイセンの外交官である、ハインリヒ7世と結婚した。1890年に、叔父のオランダ王ウィレム3世が亡くなり、幼いウィルヘルミナ女王が即位すると、マリーは、母や兄のザクセン大公聖子カール・アウグストと共に、オランダ王位継承者の有力候補となった。 マリーは作曲家のベルンハルト・シュターフェンハーゲンの最大の講演者であり、シュターフェンハーゲンの妻アグネスとは親しい友人同士だった。ありがとうございます。